さん、おやっとさーん。ゲームラ。今日は2020年の令和2年4月24日金曜日。金曜日じゃってね。うん。妙見チャンネルの妙見ですさ。で。アノニマスです。マイケル・ムーアと対談してきて、妙見911っていうのを取れないかっていう。取らんでよか。取らんでよかよか。んなもんよか。というわけで、今日は何の日？いきますよ。私これ正直よくわかんない。日本ダービー記念日です。ダービーってあの競馬の方？うん。暴れん坊将軍じゃなくて、ね、そっちじゃねえ。今やったの。1932年の昭和7年だね。東京、目黒競馬場で日本ダービー第1回目、うん、東京優駿大競争っていう、だから良い馬の競争ってやつだよね、うん、が開催された日です。1923年の大正12年に、旧競馬法が、施行されて9年後のこと。遠い昔、はるか9年後に。昔だな、戦前ですわ。このダービーはイギリスの競馬の競争であるダービーステークスに習って企画されたもので、はいはいはい、当時の天候あいにくの雨で馬場は不良。レースは19頭の出走馬、優勝したのは一番人気の若鷹で、若鷹って言うんだ。第4コーナーで朝萩と並んだものの4頭身の差をつけて逃げ切った。馬券は1枚20円だって。20円、うん、で、払い戻し金は単勝39円。ジャイアントババア不調って言っちゃダメだよ。ババア不調ってそんなことは言ってないよ。ワンレース1人1枚のみ、うん、当時の月給は普通で60円から70円だから、かなり高価な馬券です。高額だったね、うん、今だとまあ100円で買ったのが100万円になったみたいな感じで。そうだ。ダービーとはもともと第12代ダービー伯爵、そんなのいたんだ。エドワード・スミス・スタンリーが、1780年に創設したと。ロンドン郊外で開催されるサラブレッドの3歳馬のナンバーワンを決めるレースのことで、イギリス競馬界最高の行事だった。後に日本をはじめ世界各国でそれに習ったダービーという名前をつけたレースが開催されるようになりました。だからダービーっていうのがもともとあって、伯爵が考えたやつがあって、それにいろいろ付け足してたっていう感じなの、ね、そういうこっちゃね。ババアは不調、面白すぎるね。ババア不調、うん、ジャイアントババア不調、絶対そこ反応すると思った。というわけで今日4月24日誕生日の有名人です。有名人この人です。永田裕二。なんかこうして映像ばっかりで、ゼアね、あれ、うん、ゼアこういう画像ばっかりで、なんかこうそうやりながらゼアって言ってるんですよ。あ、そうなんだ。なんかこういう画像ばっかり、こっちかな。まあどっちかな。敬礼してるような感じのね。そんな画像ばっかりで調べた。永田裕二、永田のおじさんはね、おじさんなの。面白いんですよね。あの人はもうどちらかというと。なんでラーメン修行したのかよくわかんないんだよね。なんで？あの G1 をする前にラーメン修行やったり、あのニュースキャスターやったり、よくわかんない。ラーメン好きだったのかな。あ、重心サンダーライガーと同じ新日本プロレスの方です。新日だよね。はい。の一人だけ。ゼアですね。4月24日誕生日の歴史上人物、この人はもう絶対みんな知ってる。誰？松本清。ああ、松清さん、そうなんだ。はい。の創業者。まあこの人はみんな知ってる名前で、なんとなく最近の人かなって思ってるかもしれないけど、この方73年にお亡くなりになっております。そうだよね。出身は千葉県東葛飾郡湖北村、現在の我孫子市。我孫子。うん。我孫子ステイ。に出身で、実業、もちろん創業したわけだから実業家でもあるんだけども、そうだよね、
あの政治家でもあります。政治家だよ、ね、この人松戸市の市長やってたことがある。しかもすごいのは無報酬です。そうだよね、それ実用化だからできるんだよね。トランプ大統領が1ドルでやるよっつってるようなあれと同じ。そうだよね。いやトランプ大統領は1ドルだけどさ、この人は無報酬だぜないんだぜ。名誉職だよね。完全にないんだぜ。銅像だって言ってもおかしくないよね。あ、この写真銅像です。あ、我孫子に銅像があるみたいです。 あったんだ。あの正確には胸像だね。胸から上の胸から上のね、うん、実際あるんです。実際あるんですね。はい、あるんです。よかったよかった。その写真です。そうですか。はい、というわけで次、あ、というかこの一人だけね。4月24日誕生日の、まあ、アニメ漫画キャラクター一人だけ。はい、また一人、また一人です。柴達也、魔法科高校の劣等生の主人公ですな。柴達也ね、なんだろう、このライトノベル、電撃文庫のライトノベルなんだけど、出てきた時にちょっと物議を醸しましたね。劣等生っつってんのに劣等生じゃねえじゃん、チートじゃんって作者がめちゃめちゃ反論してましたね。いや、あなた方は分かってないみたいな。最近新しいのちょっと見てないんで、最近どうなってんのかちょっと分かりません。消息不明っていう、私の中で消息不明です、いわゆる。はい、なんというわけで今日4月23日誕生日の方、ごめん24日誕生日の方おめでとうございます。間違えちゃった。ではまた。